はい、今日はね天体撮影へ出かけているところなんですけど、今から秋吉台へ向かいたいと思います。今日はね天気予報を見ると撮りに行ってる場所が、いつもの秋吉台と、あとは阿東町付近ね、徳佐付近なんですけど、どうもね徳佐の方は夜ね、雲が発生するようなので、一晩中どうかな、ちょっと微妙なところあったけどね、天気予報が良さそうな秋吉台へ向かうことにします。今日はねちょっとさっきまで仕事があったから、家を出たのがだいぶ遅かったんですけど、今からね、ゆっくり運転していきたいと思います。それじゃあねまずは道の駅を目指しましょう。はい、水戸町にやってきました。ここまでやってきてなんだけど、空今日あんまり良くないかな。ちょっとねなんとなくガスってる感じがあるんですよね。これが薄雲なのか空気中の汚れなのかっていうのはねちょっとわからないんですけど、あんまりね今日はいいとは言い難いですね。だからちょっと明るめの対象をテスト的に撮影するのが今日の目標に、なってきそうです。今何時ぐらいだろう、5時ぐらいになったかな。よし、道の駅がねそろそろ見えてきますんで、ここで夕飯の買い出し、それと小休憩をやってから出かけたいと思います。今日どっちにしようかな。秋吉台って言ってもいろんなスポットがあるんだよね。すっかり日も落ちてら。じゃあちょっと買い出しタイム。さて、今日はね東展望台の方に行ってみますよ。ここ来るの久々だな。いつ以来だろう。もう1年ぶり、だいぶ最近来てなかったから久々やね。途中の道があんま良くないんですよね。すすきがめっちゃ綺麗。今日はねちょっと空の透明度がいまいちなところもありますので、テスト撮影をしながらっていう感じですね。まずはねちょっとずっと放置してたこの三日波での作例作りをね、やりたいと思います。今ですね動画収録しています。T30 とあとはね、E1 を使いながらちょっとね、このレンズでまずは撮ってみたいと思います。ただね月がですね、まだ見えていて結構ですね明るいんですよ。こんな感じでね、今月が見えているんですけど、これがですね、沈んでから撮影をね始めたいと思ってます。沈むのが10時ぐらいだから、それからですね何か秋の対象っていうね、感じですかね。ちょっとですね設置が終わりましたんでしばしですね休憩という感じです。湧いてきました。今日はね、撮影前にですね飯という形になります。月が沈むまでまだ2時間ぐらいありますんで、その間にですね
こちら、どん兵衛天ぷらそばを食いたいと思います。それでは3分待ちたいと思います。それでは今からこの天ぷらそばをいただきたいと思います。ただいま時刻は10時前、月がですねほぼ沈みかけです。これから暗くなっていきますので、まあ、今ですね導入が終わりました。北アメリカペリカンなんですけど、まあ、ある程度ねこう背面モニターでも確認できるねやつじゃないと、まあ、ちょっと多分ですね SN 的に厳しいと思いますので、まだ見えてるね、北ペリ選びました。あとはちょっとオートガイダー立ち上げてね、それから追尾していきます。はい、ただいまガイドが始まりました。ちょっとね落ち着くまで時間がかかるようなんですけど、これ落ち着いたらね1枚目取り始めたいと思います。はい、今ですね所定の枚数、考えていた枚数取り終えました。これはねさっきお見せした動画ですね、対象のね北ペリは8枚ぐらいあるかな、まあ、合計ね30分と短いですけど、はい、まあ、今回は比較なんでこれぐらいでもおそらくね十分だと思われます。じゃあ今からこのカメラをですね取り替えて、まあ、E1 も同じだけですね撮影しようと思います。同じ時間だけ撮っていきたいと思います。しまった、これはねなんか知らないけど勘違いしてしまいましたね。これコネクタの形状合わないんだった。ねこの端子のタイプが違って、確かこれ T1 用に買ったんですよ。で今ねE1 用に買ったと思い込んでたんですけど、微妙に規格が違うじゃないですか。まあ、カメラごとでね微妙に規格が違うんで、こいつはね合わないんですよね。だからこのカメラ用にはですねレリースを持ってこないといけないんですけど、あいにくね、それは持ってきてないです。あやろうと思ってたね E1 と T30 の比較がねなかなかできないですね。まあ、しゃあないから、とにかく今日はね3ニッパの作例を、まあ、2つ3つ撮りたいかなと思います。あ、そっか、そういや買ってなかったわ。買ってるとね思い込んでました、レリースをね。しまった。いやー、やっぱりね300ミリともなるとこの GoTo 機能が非常に便利ですね。ガーネットスター付近をね撮りたいなと思ってるんですけど、これがあるとねほんと楽。今もうですね自動導入でやってくれてます。撮影の効率がねやっぱり上がるよね。はい、導入が完了しました。ただいま時刻は11時半ぐらいですね。IC1396 はね北アメリカよりも淡いので1時間ぐらい撮っていこうと思います。それじゃあねシャッター切っていきます。はい、1枚目録音開始しました。さて所定の枚数撮り終えました。次はね D810A とタムロン 35mm 使おうと思うんですけど、ちょっとセッティング変更しなきゃいけないからね、
多分30分ぐらいね、ちょっとね無駄になってしまうんですけど、仕方ないですね。プレートの付け方をもうちょっと工夫したらいいのかもしれないけど、まあ、ちょっととにかくね、セッティング変更します。皆様おはようございます。今ね朝を迎えつつあるところで、撮影の方もですね無事終わりました。今日はですね一晩中ほぼ快晴だったようで、十分なね枚数撮影することができたと思います。よかった。GPV を信じてですねこちらに来たんですけど、信じてね正解でした。うん、タムロン 35mm でねちょっと撮りたい対象があったんで、撮ってきたんですけど、まあ、今度はね帰ってこれを画像処理していきたいと思います。これ SS1 オートガイダーの画面なんですけど、もう完全にねサチってますね。飽和して真っ白になってます。それだけ明るくなったっていうことだね。シャットダウンしよう。はい、まあ今日もね一晩中仕事をしてくれました。これからコード類をね外していきます。まずはですね荷物を1階まで下ろしてきたところです。こんなにたくさんあるんだね。でまだこれからですねちょっと車まで若干距離があるんですけど、まあ夜露がついてますんで拭き取りをしたいと思います。ただ今日はですね風があったんで、そこまでですねびしょ濡れにはなってない感じですね。あそこでねモズが鳴いてますね。高鳴きしてる。縄張り宣言だったっけ、この鳴き声。すっかり日が昇ってきましたが、ようやくですね荷物の片付けが終わりました。あー大変だった。もうね何時ぐらいなんだろう。おう、もう6時52分だ。ほぼ7時ですね。とっとと帰ろう。さて、さすがにいい加減ね、帰らなきゃね。今からね、帰りたいと思います。午前7時、帰宅。忘れ物ないよね。まあ、あったとしても取りに来れる距離だけど。今日はね、しっかりと成果が上がったんじゃないかなと思います。何せ一晩中ですね、まあ、今はちょっと雲が広がってますけど、もうほとんど雲なかったようですからね。まあ、途中寝てたから、その時間どうなってるかわかんないけど、まあ、少なくとも三日のテストしてる間は晴れていましたし、でまあ画像をチェックしてみるとですね、タムロン 35mm で、撮影してる間もほぼ大丈夫だったようです。これはね、今日は結果がちょっと楽しみですね。来た甲斐がありましたよ。ちょっとここ来るのめんどくさいんだけど、運転する距離は短いんだけどね、ちょっと展望台がちょっとめんどくさいんだよね。おお、これは美しいね。ちょうど工房が見えてた。あ、これは綺麗な道だ。うっそうと生い茂っていて、もう
来るときはね嫌な道なんですけど、帰りのこの朝はほんといい。こことか工房が思いっきり見えてるんですね。はい、ということで撮影から帰ってきました。で今回は途中も言ってた通りこちらですね、まあオールドレンズと言ってもいいと思うんですけど、トキナのですね古い三日波です。一応 AF はついているんですけどね、まあ、このテスト撮影とタムロン 35mm でも今借りているレンズでも素材はね獲得してきました。ただそちらについてはですねなかなか手ごわそうでまだ手をつけていません。でそこでですね、今回の動画では主にですねこちらのレンズで撮影した結果についてお話ししようと思います。でね途中も言ってた通り、キタペリと IC1396 撮ってきたんですけど、微妙にですねピント変えて撮影しました。一番星がシャープなところだとかなりの青ハロが発生するので、まあ、そこからちょっとずらしたものと、もう青ハロ覚悟で、星が一番シャープなところで合わせた場合、そのね2パターンです。それでまずはですね、こちらキタペリの方なんですけど、これに関しては青ハロがあまり出ないようなピント位置にしています。ただそのせいで星のサイズは若干ね、大きいですね。まあねだからある意味でこう星がうるさいという感じがね、すごくするんですけど、まあ、その一端っていうのはですねやっぱりレンズのシャープさとかそういうところにも寄ってきます。赤い星雲の写りはね XT30 で撮ったんですけど、まあ、ノーマルのカメラであるにもかかわらず結構写ってる方なんじゃないかなと。普通ですね他のメーカーのカメラだと紫色っぽく写るんですよ。ここまでですね、赤が出てこないので、まあ、赤い星雲の写りに関してはねやっぱりそこそこいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんですね専用機には及びませんけど。で一方でIC1396 の方なんですけど、あらかじめ言っとくとですねこちらはボツにしてます。まあ、一応ですねそのボツの、画像をねお見せしたいと思うんですけど、まあ、それがですねこんな感じ。こっちはピント位置が星が一番シャープなところで合わせたんですけど、まあそうするとね星が真っ青になってしまったのと、あとはね対象自体が結構淡いからね、HR ファー線がそんなに強くないから、まあノーマル機だとですね少し苦しい感じがします。まあ、もちろんね、もっと時間を伸ばすとか、もっと、なんていうかな、空のいい状態で撮る、もっといい光学系を使う、まあ、そういった場合にはですね、また違う結果が得られるのかもしれないですけど、まあ、こういったあたり撮るんだったらね、やっぱり専用機で撮らないと、まあ、難しいかなっていう感じがします。とにかくですね、今回ね、こちらの、まあ、レンズで一応撮影はしてきたんですけど、やっぱりですね、さすがに三日波とはいえちょっと古くてですね、天体撮るには厳しいかなっていう感じがしました。こちらのレンズを買うぐらいだったら、まあ、同じ値段でキヤノンの Q34、まあ、この前まで使ってたレンズの方がシャープでいいですね。まあ、これ一段絞ったらいいじゃないかと言われるかもしれないですけど、まあ、そうなると34になってしまって、ただね、でかいだけになってしまうんで、まあ、だからね、古いレンズだと34クラスの方がむしろいいかもしれない。これあくまでも古いレンズその場合なんですけどね。例えばね、ニコンにも Q34、まあ、そういったレンズがありますから、またですね、機会があったらこの3万円から4万円ぐらいの 300mm ね、ちょっと漁ってみたいかなと思います。まあ、とはいえ、ずっとね、こちらの方で作例撮りたかったんで、まあ、今回はそれはね一応できました。まあ、途中も言ってたけどね、E1 の方は、レリーズね、機械式レリーズを、持っていくのを忘れて、その比較っていうのはできなかったんですけど、またね、使っていきたいと思います。どこかでね、撮っていきたいと思います。で、35mm に関してはね、やっぱり、かなりワイドだから、なんかね、こう処理がかなり苦戦してるんですよ。特に、かぶり処理ですね。まあ、フラットまではね一応補正できるんですけど、開放でもかなりのねムラとかぶりが生じてしまって、
やっぱりね、現地でスカイフラット撮らないと、これは難しいなと。その同じ空の状態で、フラット撮っておかないと、まあ、後からですね、こう、炙り出すのが、すごくね、難しいなと感じた画角にね、なっていきます。まあ、広角は広角でね、本当いろんなね、苦労がありますね。ということで、今日はですね、こんな感じで天体撮影の方へ行ってきました。まあ、やりたいことを一応できましたし、一晩中撮影できましたんで、まあ、今回はね、かなり良かったかなと思います。それではですね、今日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。